グデザイナーをしております村尾慎太郎と申します。先日はルームツアーお邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はですね、はい、前回のルームツアーでお邪魔したこのお宅の中で特に村尾さんがお気に入りのアイテムプロダクトを3点ほど深掘りしてお伺いできればと思います。はい、今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまず1点目ご紹介いたします。こちらですね。はい、こちらの壁掛け時計なんですけど、倉俣史郎さんというデザイナーの方が、作られた壁掛け時計になります。一目惚れして、買ってしまったんですけども、特徴としてはこの、アクリルの、ドームというか、で覆われた、あまりこう他の時計では見ないようなデザインがすごい惹かれた理由になります。で、文字盤も、そんなにもう赤い上の点しかなくて、時計としての機能もギリギリ保ってるぐらい、攻めたデザインになってるんですけど、このバランスがすごい絶妙だなと僕は思って、これは気に入ってますね。この企画をお願いした日の一番に、じゃあこれだと言ったのはこの時計ですもんね。そうですね、すごい僕は好きですね。次はじゃあこちらの椅子になります。こちらがアントチェアという椅子なんですけど、気に入って使っているものの一つになるんですけど、一番好きな理由としては、なんかこう使いやすい、軽いですし、このどの座りやすいというか、どの方向からでもこう座りやすくて、どういった姿勢というかでもこう座れる、すごいこう、ラフに座れるというかっていうところがすごい気に入っていて、機能的にはそういう感じなんですけど、あとフォルムが結構僕的にこの丸みがあったり、ちょっとこう不思議な形になってたりとか、そういうフォルムはすごいもう直感的に好きだなっていうふうに思って、気に入って使ってます。すごい今の生活というか、子供もちょっと小さいですし、こう立ち上がったりこう座ったりっていうのが結構頻繁にあるので、そういう意味でもちょっと、使いやすいのかなっていうふうに思ってます。多分成形後半っていう薄い短パンをこうグッと曲げてるので、成形後半っていうその、技法自体があまり個人のそういう木工作家みたいな人はそこまでこう手が出せない領域でもあると思うので、それももしかしたら僕が惹かれた理由なのかもしれないですね。あまりこう自分で作れない形みたいに、やっぱ飽きが来ないデザインっていうのはやっぱ一番大事なのかなっていうふうに思いますね。時間の耐久性みたいなのがすごい、なんか名作椅子で共通してるところなのかなっていうふうには思うんですけど、僕がその家具のデザインを仕事にしたいなと思ったきっかけも、その当時通ってた大学でその名作椅子がこうずらーっと並んでるところを見て、それはかっこいいなっていうふうに思ったところもあるので、僕もまだ椅子作ったことないんですけど、やっぱ椅子は一番なんか家具の中ではこう花形というか、かっこいいなっていうふうにはいつか作りたいなっていうふうには思ってるんですけど、じゃあ最後はこちらのスピーカーになります。ちょっと一見黒いボックスでスピーカーって分からなかったかもしれないんですけども、ティーンエイジエンジニアリングっていうブランドが出してるスピーカーなんですけど、ちょっと遊び心があるというか、いろんなギミックがあるんですけど、例えばここをこう、すごいな、音がした。こうやるとちょっと DJ の、本当だ、こういう感じで、音が鳴ってるとここもずっとこうくるくる
あの回ったりとかするんですけど、まあ、もともとシンセサイザーとかそういう音楽系の、まあ、プロダクトを作ってるあのブランドなんですけど、それがまあスピーカーも出していて、単純なこうスピーカーではなくこういう、うん、遊び心があるギミックがあるのもすごいあのいいなと思ってこれを選びました、はい、こういう風にもなるんです。そうなんだ。充電式なのでコード抜けば8時間ぐらいかな、これだけでこう持ち運びもできるっていう。でキャンプとか、まあ、そういうバーベキューとかそういうところに持って行って音楽を流すこともできるっていう、はい、感じになってます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回紹介させていただいた3つの中で、まあ、椅子に関してはちょっとこう機能性だったりとかあの使いやすかったりとかっていうので選んだんですけど、まあ、時計とかスピーカーとかは機能性というよりかはちょっとこう遊び心があるというか、日常、普段生きてる日常をちょっと豊かにしてくれたりとか、そういう部分もあると思うので、まあ時にはちょっとそういう遊び心があるようなものを選んでみてもまあ楽しいのかなというふうには思います。以上、家具デザイナーの村尾でした。ありがとうございました。